はい、こんにちは。画家の大塚明信です。今回は白を押すのが苦手な方っていう人のために、白を押す時のちょっとしたコツというのかな、気をつけるべきことを少しご紹介しようかなと思います。で、ただ あくまでも僕個人のやり方なんで、まあ、僕個人の感想っていうことになりますので、参考程度にしてみてください。ではね、ちょっとやっていこうと思います。はい、では実際に白押しをしていこうかなと思います。で、まずは動作を引きます。動作はね、前の白押しの動画でも、白の平押しの動画でも言ったんですけど、動作はたっぷりと時間をかけてやってください。よくし紙にたっぷり染み込ませるっていうのが重要なんで、少しね時間をかけてやれるといいです。動作の場合はっていうことに限るので、動作以外でね白を張ってる人はこういった別にたっぷりしなくてもいいと思うので、その時はねちょっと違うというふうに思っていただけるといいかなと思います。まあ他の接着剤でのね白押しとかの動画はいずれまた違う動画でやれたらなと思います。で、実際に白押ししていくんですけど、この赤下紙はこういった向きに置くんですよね。おっと、こういった向きに置くんですけど、白の取っ手の部分が多く出てる方が外側に、画面の中の外側より外側に出るというふうに置いていくんですけど、理由はね以前の動画でも話したんですけど、この逆側でこうやって押すと紙を通してね白側に染み込む動作の分とかが多くなっちゃうのでね、ちょっとトラブルの原因になりやすいっていうことになるんで、基本的にはよいしょ、このように赤芯紙が出っ張ってる側が多い方を押していくっていうことになります。で、その時にやっぱりこれ出っ張ってるから向こう側が見えないので、すごく押しづらいですよね。すごくそれでねちょっとやりづらいなと思ってる方がいらっしゃると思います。なのでねさっき出っ張ってる側外側にじゃなくてね、逆に内側にやってらっしゃる方もいると思いますけど、で、まあ僕はねやっぱりちょっとこの出っ張ってる側を外側にやるのを推奨してちょっと話を進めていこうかなと思います。で、このちょっと押す時にどうしても向こう側が見えなくてやりづらいっていう時は、やっぱりねこの見てる方が見てる方向が斜めから画面に対して斜めから見てるとちょっと不正確なんですよね。このもうグイッと体を乗り出して真上から置くつもりでやってみてください。結構それだとね絵の大きさによってはすごく姿勢がきついことになったりとかすると思うんで、うまくね乗り板とかねアンチンとか利用してやりやすい体勢環境を整えて押してあげてくださいね。もう必ずこうやって斜めから見るじゃなくて、もうグイッと乗り出して上から見て押してあげるっていうのをしてあげるといいかなと思います。で、まあ、パッと押しちゃいますね。よいしょ。で、今気泡がここにボンと出てますけど、下地の動作がたっぷりとしたらこういった気泡とかもちゃんと消えてくれますのでね、そういった理由も含めてやっぱりドーンとやってあげると言ってます。もうグイッと前に乗り出して、えい、よいしょ。よいしょ。はい、これでとりあえず白押しを終わって、これでね乾いて乾燥して動作を塗ったら完成ということになります。ある程度のシワとか気泡とかは最初の動作をたっぷりやってたら水気が引くと同時にちゃんと消えてくっついてくれますので、まあ限度はあるんですけど、ある程度は大丈夫だと思っていてください。ちゃんと動作をやってれば。じゃあこれで乾燥させます。はい、で、乾燥して出来上がりました。最後に動作を塗って乾燥なんですけど、
ちょっとねこの後この作品を次の動画に使っていこうかなと思うんで、あのちょっと動作は塗らずに置いとこうかなと思います。で実演中にもあの言ったように、あの箔を置くときにグイッと身を乗り出すっていうのかな、もう真上からあの箔を置くポイント量を真上から見る感じで体勢を整えて箔を置いてあげると、割と狙った位置に置けるかなと思います。で斜めから見ないように気をつけてあげて、そのためにはねちょっとね、画面の大きさ次第だとどうしてもあの塗り板とかが必要になったりとかすると思うんで、いろいろ工夫して環境を整えてあげてください。ではあの今回はこれまでになろうかなと思います。この動画がよろしいと思ったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。